しかったな。みんなでお出かけしてアクアのライブ見ておしゃべりして、ずーっと今日が続けばよかったのに。今日は本当にありがとう。こっちこそだよ。あんなすごいライブに呼んでくれてありがとう。打ち上げも楽しかったね。うん、いろんなお話が聞けてよかった。駅まで送ってもらっちゃってごめんなさいね。疲れてるでしょうに。仕方ないわ。リトルデーモンのお世話もヨハネの仕事のうちだもの。大銀河宇宙ナンバーワンスクールアイドルのニコと離れがたいならそう言いなさいよ。ここまで送ってくれたのですから、そこは素直にありがとうと言うべきですよニコ。うん、まあそうね、ありがとう。さっき眠そうだったけど、ルビーちゃんと花丸ちゃんは大丈夫？大丈夫ずら？うん、ちょっと寝たら元気になっちゃった。よしよし、体力ついてるみたいだね。アクアの体力はすごいにゃ。どんな秘密があるかリン知りたいにゃ。確かに気になるわね。わお、だったら今度合同練習でもしない？ダイヤとカナンと一緒にスペシャルなメニューを用意するわよ。そうですわね。これまで以上にスペシャルなものを用意しましょう。え？これまで以上？もうままも無理だよ。今回のだってついていくのがやっとだったんだから。だよねようちゃん。まあいつもよりはきつかったよね。いいじゃない、やってやるわよ。ニコちゃん、チカちゃんたちですらきついって言ってるのに大丈夫かな。怖い。何言ってるのよ、アクアに負けてられないでしょ。負けるとかそういうんじゃなくて。でもほのかだって刺激はされたでしょ。それはされた、だってすごかったもん。私たちミューズもすっごいライブがしたいなーって思ったよ。また褒められちゃった。チカちゃん顔がデレデレだよ。だってあのミューズにこんな風に言ってもらえるなんて夢みたいなんだもん。私たちミューズに憧れてミューズみたいに輝きたいって思ってスクールアイドルをやってきたでしょ。それでスクールアイドルをしていくうちにどんどんスクールアイドルのことがアクアのことが好きになっていった。大好きになっちゃったからこそ私たちももっともっと輝きたい。届かない背中かもしれないけど追いかけて並んでみたい。同じようには輝けないかもしれないけど私たちなりの輝きを見つけたい。私たちの輝きだってすごいんだよって見てもらいたい。そういう気持ちでやってきたことが今日来てくれたみんなに伝わったんだよ。そりゃあ嬉しくてデレデレになっちゃうよ。チカってば。私たちも同じ気持ちだよ、チカちゃん。だよね。くー、
そんなこと言われたらミューズとしてもこのままじゃいられないわ。つか、今日のライブは本当にすごかった。それは認めるわ。だけどミューズはもっとすごいって証明してみせるわ。ニコちゃんってば気合入ってたな。これからのミューズか。どうなっていくんだろう。楽しみ。明日からまた頑張ろうっと。おはよう。おはよう、ほのかちゃん。おはようございます。おはよう。いやー、朝練に間に合ってよかった。アクアのライブのこと考えてたら夜更かししちゃってさ、寝坊するところだったよ。するところだった。すでにしていましたね。練習に間に合ったんだからセーフ。で、あれ、ニコちゃん、朝からパソコンとにらめっこ？どうしたの？さっきからずっとああなんだにゃ。みんな、揃ってるわね。昨日からずっとニコの頭から離れなかったことを発表するわ。頭から離れなかったこと？そういえば試験が近いですね。え、そんなのあったっけ？嘘、リン何も準備してないにゃ。違う、試験のことじゃないわ。試験は試験としてあるのかもしれないけど、ニコが言いたいのはそれじゃないの。現実逃避はダメよ、ニコ。次のおバカ王はニコっちで決まりやね。もう大事なことなの。いいから聞いて。ミューズは何か世界を驚かせるようなことをしなきゃいけないところに来たのよ。世界を驚かせるようなことですか？おー、面白そう。面白そうじゃないの。みんなはアクアのライブを見てどう思ったの？日本全国からどころか海外からもファンが駆けつけたライブを見てどうだった？私は悔しかったわよ。ニコたちだってミューズだってすごいことができるはずなのにって。ライブだけじゃないわ。スクールアイドルエキシビションの PV の再生回数を見た？ PV は毎朝見てるけど、カズマでは。リンも。アクアのライブが終わってから、また一段と伸びてたね。あのライブの後だものね。チカはいつか、ミューズに並びたいなんて言ってたけど、PV の再生回数だけ見ればもう並んでるも同然よ。それにチカの言葉も刺さったわ。それは私もそうかも。ミューズに憧れたって、追いかけたいって言ってくれてたね。そんな言葉を聞いたら彼女たちに恥ずかしくない自分でいたいとは思うかな。そうね。目標が小さな存在じゃ彼女たちの頑張りに対しても失礼だものね。でもそれ以上にあれだけのものを見せられたら嫌でも闘志に火がつくわ。白状するけど、正直私は安心しきってたわ。ミューズはすごいって持ち上げられて、いつの間にかその気になってた。ミューズはすごい、
私たちが一番だってね。だけど私たちはチャンピオンなんかじゃない。私たちが守りに入ってどうすんのよ。アクアの勢いに負けないようにミューズは変わっていかなきゃ。自分たちに磨きをかけて世の中を驚かせるようなことをしましょうよ。ニコッチ、いいこと言うやん。ニコはいいことしか言わないわよ。いいことしか言わない人は試験は試験としてあるのかもしれないけどとは言わないわ。うっくっくい。でもまあ確かにニコちゃんの言うことも一理あるわね。それはそうかも。でもじゃあどんなことしよっか。変わるってどんな風に？その寝ぼけた頭に理解させてあげる。さあ世の中が驚くようなことをみんなで考えろよ。お待たせ、試作の羊羹もらってきたよ。いつもありがとうございます、ほのか。いいのいいの、食べた感想よろしくね。後でお父さんに伝えなきゃだから。いただきます。なめらか。それにこのグラデーションは見事です。目で味わい、舌で味わいですね。これ発売なの？私絶対買いに来るよ。私もです。ありがとう、後で聞いておくね。いけない、大事なことを忘れていました。あれ、何かあったっけ？試験の準備かな。おー、そうだったそうだった、試験の準備ね。で、範囲どこまでだっけ？そこからですか？先は長いですね。そうだ、先は長いといえばさ、ニコちゃんが言ってた世界中が驚くようなこと、もう見つけるまで先が長そうだよね。もう部活の時間内じゃ決まらなかったもんね。決まらなかったというより、突拍子もない案ばかりで話にならなかったのでは？でも空を飛べたら面白いなって思うでしょ。本当にそんなことができたら楽しそうとは思うけどね。ですがニコの目指すものはそういうことではなさそうですから、もっと地道というか、ミューズとしての飛躍というか、進化とか。そうですね、今日の話し合いでそういうニュアンスの方が近いのではないかと思いました。進化ってミューズを変えちゃうの？変えようとして変えることってできるのかな？ほのかちゃんは反対なの？反対ってわけじゃないけど、ちょっと想像がつかないな。わかんないや。アクアのライブを見て悔しいと思ったって言ってたのも、私にはあんまりピンとこなかったんだよね。アクアに負けたくないとか、そういうことって考えたことないもん。ミューズを大きくしたいとか、有名にしたいとかも考えたことないし。ほのか、だってミューズはミューズでしょ。だけどね、やりたいことを全部やるのがミューズだと思うから、ニコちゃんがやりたいことも一緒にやりたい、やってみたい。二人はどう思う？私もほのかちゃんと同じ。ええ、私もです。
アクアに限らずですが、互いに高め合っていける関係を築いていきたいです。あ、そうだよね。ああ、よかった。安心したらお腹空いちゃった。パン買ってこようかな。いえ、出かける暇はありませんよ、ほのか。え？試験の準備しなきゃね。明日じゃダメ？ダメです。さあ、しっかりと準備をしますよ。ついでに宿題もしてしまいましょう。じゃありません。宿題をしないつもりですか？あー、小鳥ちゃん。じゃあ試験の範囲を確認したらパンを買いに行って、その後宿題しよっか。小鳥、ほのかを甘やかすのはよくありません。10人もいて何もアイディアが出てこないとは思わなかったわよ。世の中が驚くようなすごいことを簡単に思いつけるなら、世界はもっと賑やかなことになってるって。甘い。みんなもっとやる気を出してもらいたいわ。やる気のあるニコだっていいアイディア出せなかったでしょ。今日は調子が悪かっただけよ。そういうことにしてあげる。だけど考え方は人それぞれだもんね。世の中みんながニコじゃ立ち行かないでしょ。ニコは一人で十分だわ。ニコと同じカリスマ性を持った存在なんかいないわよ。本当そういうところはポジティブね。ニコはいつだってポジティブよ。それじゃあ試験も楽勝やね。ニコのカリスマ性をもってすれば楽勝に決まってるわ。一人補習を受けるニコッチの姿が目に浮かぶ。このままじゃほぼ確定でしょうね。じゃあニコッチが補習を受けている間、うちらは試験を頑張ったご褒美に遊園地にでも行かない？いいわね。そうしましょう。ニコは補習を頑張ってちょうだい。わかったわよ。やればいいんでしょ。やれば試験の一つや二つ、ニコが本気になればなんてことはないわ。さすがニコッチ、そうでなきゃ。その代わり、二人とも試験勉強付き合いなさいよ。もちろんよ。それじゃあ、早速この後、うちの家で勉強会しない？いいわね。そうしましょう。今日から？明日からでもいいんじゃない？鉄は熱いうちに打てって言うでしょ？せっかくニコがやる気になっているんですもの。この機を逃す手はないわ。そうやね。善は急げとも言うし。わかったわよ。やればいいんでしょ。ええ、やればいいのよ。ねえ、私が頑張るんだから二人も本気出してよね。心配しなくてもニコッチが満点を取れるようにビシビシ鍛えるつもり。泣き言は聞かないから、そのつもりでいてちょうだい。違う、私が言ってるのはそういうことじゃないわよ。じゃあどういうこと？世の中が驚くようなすごいことを本気で考えて。ニコッチが全教科満点取ったらみんな驚くやん。それはいい案だわ。おー、
のはいいから、何かいいアイディアを考えて。アイディアと言われても、さっき9人いても何も思いつかなかったんやし、いっそ第三者の知恵を借りる？第三者、第三者ね。それなら誰か思い当たる？この前二次学のあの子から紹介してもらった企画があるんだけど、やってみる？どんな企画なのよ。スクールアイドルファンサイトに出版社から問い合わせがあったものなんですって。今度雑誌でスクールアイドルの特集企画があるから、それに参加しないかって。雑誌？いいじゃない。どうしてもっと早く言わないのよ。企画の内容をちゃんと聞いてから話そうと思ったのよ。のぞみはどう思う？いいんやない、きっとみんなもやりたいって言うと思うし。じゃあ決定ね。エリ、あの子から詳しい話を聞いておいてちょうだい。ええ、わかったわ。楽しくなってきたじゃない。早速いろいろ準備しないとね。言っておくけど、試験勉強は予定通りきちんと行うわよ。そうそう、試験を終わらせて晴れ晴れした気持ちでやった方がきっと企画もうまくいくと思うな。うーん、分かってるってば。みんな、今日の予定は分かってるわね。簡単におさらいしておこっか。今日私たちが受けるのはファッション誌のインタビューと写真撮影よ。スクールアイドル雑誌じゃないってことは、今までスクールアイドルを知らなかった人たちに見てもらえるってこと。つまりミューズのファン拡大のチャンスに行こう。気合い入れていくわよ。ファッション誌ってカリンさんが載ってるような雑誌だよね。そこに私たちが乗るなんて、あー緊張しちゃうよ。しっかりしなさい。向こうはプロなんだから安心して任せればいいの。大切なのは笑顔でいることよ。そう分かってはいても、カメラを向けられたら顔がこわばってしまいそうです。ライブでたくさんの人に注目されるのは大丈夫なのに、カメラはダメな？ライブは別です。パフォーマンスに集中していますから。じゃあ、写真も撮影に集中すれば気にならないんじゃない？それとこれは話が別なんです。で、写真撮影って制服のままでいいんだよね？かよちん、今年着てた水着着て撮影してもらうのはどう？かわいいと思う。え、無理だよ。かよちん似合ってたのに。水着ならりんちゃんだって似合ってたよ。すっごくかわいいなって見とれちゃったもん。かよちん、はいはい、制服のままだから安心しなさい。撮影始まるわよ。二人のやりとり見てたら緊張なんてどこかに行っちゃった。みんな、写真撮影はバッチリだったわよ。なんとかなりました。ふみちゃん、すっごく可愛かったよ。プロのカメラマンさんというのはすごいですね。ゆったりした気持ちで臨めました。カメラマンさん、かよちんのこと可愛いって何回も言ってたにゃ。りんちゃんだって何度も言われてたよ。それに私も
リンちゃんすごく可愛いと思った。タヨチンと一緒に撮った写真が使われるといいにゃ。エリチとマキちゃんはさすがやね。うん、モデルにスカウトされるなんて2人ともすごいよ。別に大したことないわよ。大したことあると思いますが、断ってしまってよかったのですか？学生の本分は勉強でしょ。その上生徒会とスクールアイドルまでやってるんだから、これ以上は無理よ。マキちゃんは？モデルとか興味ないから。かっこいい。一度でいいから行ってみたい。ほのかじゃ一生その機会はないでしょうけどね。一回くらいあるんじゃない？はいはい。じゃあみんな、次はインタビューよ。ミューズの魅力をしっかり伝えるニコ。素敵なパフォーマンスを見られる機会が増えて嬉しいです。演出もパフォーマンスもいろいろと勉強になるよね。衣装にも注目しちゃう。仲間が多いというのは心強いものです。みんなで力を合わせてスクールアイドルを盛り上げていけたらと思います。ニコも仲間がたくさん増えてるのはとーっても嬉しい。ニコどのグループも素敵だけど、やっぱりミューズが一番。ニコ、ニコたちはライバー。仲間から力をもらってどんどん進化していく。ニコだからライバー、仲間はたくさんいてくれた方がいい。ニコ、ニコちゃん本音が漏れそうよ。本音って何？ニコはいつだって本音。ニコニッコニッコニー。まあ切磋琢磨できる相手がいるのはいいことよ。自分たちももっともっと先に進みたいって思えるもんね。終わった。どんな記事になるのか楽しみだね。あのインタビューを記事にする出版社の人に同情するわ。え？どうして？ニコちゃんってば、本音と建前が隠せてなかったじゃない。ニコにはそんなのないわよ。大銀河宇宙ナンバーワンスクールアイドルニコニーのパーフェクトインタビューだったでしょ。そんな隅に座り込んでどうしたんですか？具合でも悪いのですか？違うのよ、リンったら照れてるの。今朝ね、私たちが出た雑誌を見たって子たちに話しかけられたんだ。今までスクールアイドルのこと知らなかったけど、雑誌で見て興味を持ってくれたそうよ。特にリンのことに。あの雑誌のリンちゃんすごく可愛かったもん。そっか、それならよかった。リン、撮影の時以上に可愛いって言ってもらえてちょっとパニックになっちゃったにゃ。ちゃんとお礼言った？うん、これからも応援してくれたら嬉しいですって伝えたにゃ。完璧な対応じゃない、リン。成長してるわ。ねえ見て、 PV の再生回数がこんなに伸びてるの。これってやっぱり雑誌の力よ。これでまた
ミューズの名が世間に知れ渡ったわね。みんな大変よ。テレビに出ないかって連絡が来たんや。テレビってどういうこと？わかったわ。雑誌を見たテレビ局の人がニコの魅力に気づいて冠番組を作りたいって思ったのね。どこから来るの？その突飛な発想。突飛じゃないわよ。さすがに冠番組はないけど、半分は当たってるかも。ほら、クイズ「モンジュの知恵ハイパーバトル」っていう番組知ってる？知ってる。3人1組でクイズに答える番組にゃ。スポーツ選手とか歌手とかが出てるよね。そう、それの高校生バージョンを作るんですって。高校野球や高校生バンド、高校生プログラマーとか集めていて、そのスクールアイドルチームとしてミューズに出てもらえないかって。すごい、すごいよ。テレビだよ、テレビ。ついにテレビ業界がニコを見つけてしまったわね。エリー、すぐに出るって返事してちょうだい。世界を驚かせる準備はできてるわ。話を受けるとして誰が出るのですか？3人1組なのですよね。出演する場合は各学年1人ずつ出してほしいんだって。各学年1人ずつか。マキちゃん、お願い。リン、あの番組のクイズ正解したことないにゃ。マキちゃんがいいと思う。頭いいし。え、ちょっと待ってよ。2年生はほのかでいいですかね？そうだね。え、いいの？2人はテレビに出たくないの？テレビと聞いてずっと嬉しそうにしている姿を見てしまってはね、小鳥。ほのかちゃん、ずっと目をキラキラさせてるもん。私たち、ほのかちゃんのこと応援してるからね。小鳥ちゃん、海ちゃん。さて、3年生代表だけど、ニコッチでいいやない？ええ、そうね。いいの？やる気満々な顔してるじゃない。このニコに任せておきなさい。全国のお茶の間にミューズの魅力を広めてあげる。では参加者はほのか、ニコ、マキで決定ですね。私はまだ出るとは。マキちゃん、お願い。マキちゃん。わかったわよ。もう出ればいいんでしょ。出れば。マキちゃんはいいとして、クイズ番組なんでしょ。ほのかちゃんとニコッチに務まるかな。ニコを押しておいてなんてこと言うのよ。できるに決まってるじゃない。望みの懸念ももっともです。先日の試験では赤点こそ免れましたが、二人とも決して学力が高いとは言えませんから。悲しいこと言わないでよ。全国に恥ずかしい姿を晒すわけにはいかないわ。特訓をしましょう。そうと決まれば早速楽しいお勉強やね。せっかく試験が終わったっていうのにまた勉強。さあやるわよ。ビシビシ行くから覚悟しなさい。
クイズ、モンジュの知恵ハイパーバトル、ハイスクールスペシャル。並み居る敵を蹴散らし、ミューズが優勝をいただくわよ。マキの声が聞こえない。あ、声が小さい。収録前にうるさくしたらダメよニコ。嘘か、そうよね。じゃあ私たちは客席から見てるね。頑張って優勝してね。任せて。なんだかみんな強そうですね。全国から集めてきた猛者やもんね。マキちゃんたち優勝できるかな。ミューズの紹介が始まるよ。はい、私たちスクールアイドルは部活動としてアイドル活動をしています。活動の拠点は学校が中心ですが、校外で活動したり大会やイベントに出場することもあります。私わかんないわよ。早く押さなきゃと思って押しちゃったよ。答えは白鳥座のデネブね。ほのかとニコは明らかに分かっていない顔をしていました。こんな調子で大丈夫でしょうか。マキに期待しましょう。マキのおかげね。だけどこのクイズ途中からゲーム要素が加わるから、そうしたらほのかちゃんとニコちゃんの出番だよ。ゲーム要素って何？それはね、ほら出てきた。ランニングマシンにゃ。いつもテレビで見てるやつにゃ。ほのか、走るわよ。はっきり言って私たち頭脳より体力よ。うん、ランニングなら自信ある。マキ、任せたわ。ええ、そっちも頼むわよ。わかるか。ちょ、早くない？楽しいね。最初の一文字だけでわかるわけないわね。きつくなってきた。楽しいんでしょ。10秒の我慢よ。もう無理。ほのか。きょ、全然わかんないんだけど。ちょっと聞いてないわよ。こんなところで負けてなるもんですか。ニコの本気を見なさい。まったく何も思いつかないわよ。
かったね。思った以上に楽しめたわ。ランニングマシーンで激走したニコちゃん、かっこよかったわよ。その笑いは何よ。最後まで勝負がもつれ込んだんやから大したもんよ。本当よ、最後まで諦めずよく走ったわニコ。あと5秒足が持てば。私もまだまだね。傾斜がつくなんて新しかったにゃ。そうだよ、傾斜がついたあの速度なんて私だったら転がり落ちちゃう。うん、ニコちゃんすごかった。ニコ、ほのかの応援に気を取られたんですか。それもあるわね。隣であんな面白いことされたら集中力も途切れるわよ。ごめん、せめて応援だけはしようって思ったんだけど。でもあの変顔は面白すぎて他のチームも脱落していたので、戦略として効果はあったと思いますよ。まあ最後は味方も脱落させてしまったわけですが。変顔ってひどい。そんなつもりないのに。そんなつもりなくてあんな面白い顔ができちゃうなんて、ほのかちゃんには変顔の才能があるにゃ。そんな才能欲しくないよ。それにしても8問目はほんと納得いかないわ。何を好きな食べ物って、しかもキョフテって。絶対わからないわよね。調べてみたんだけど、ひき肉を使ったトルコ料理なんやって。ハンバーグみたいで美味しそうだったよ。食べてみたいにゃ。また呼んでもらえないかな。今日だってもう少しなんとかなると思ってたのにな。テレビで放送されたら絶対話題になるもん。きっとまた呼んでもらえるよ。そうですね、ほのかの変顔ではなく奮闘は見事でしたから。うみちゃん、それ褒めてる？また呼ばれること間違いなしね。番組も盛り上がったし、これでミューズの知名度だって跳ね上がるわ。でもやっぱり10ポイント選手で優勝したかったわね。ニコッチの最後まで諦めない姿勢は10ポイント選手するのと同じくらい感動的やったよ。本当？ええ、本当よ。じゃあそんなニコを見込んだテレビ局がミューズの冠番組を作ろうって気持ちになる可能性もあるわね。まだ言ってるの？当然でしょ。ふぅ、ほんと楽しかったな。みんなと一緒に雑誌に出たりテレビに出たり、こんな風にこれからもずっと続けばいいな。私だってそう思うわ。だからこそミューズはもっともっと変わっていかなきゃいけないんじゃない。それ聞きたかったんだけど、変わるって具体的にどんな風に？もっと練習頑張ろうってことなら私もやるけど。それはそうなんだけど、もっと精神的にも変わらなきゃいけないのよ。あんた真面目に考えてるの？考えてるから聞いたんだよ。私だってミューズのこと大事だもん。まあそうね、ほのかがいなきゃミューズはないんだから。ミューズを始めようって動き出したほのかなら分かってくれるでしょ。楽しむことは大切よ。それ自体はとても素敵なことだわ。私だって楽しみたいって思ってる。だけど
楽しいだけじゃダメな時もあるのよ。必要な時に必死になれないようじゃ、本当に大切にしたいものは守れない。ミューズの未来をもっと必死に考えなきゃ。うん、ニコッチ、ほのかちゃんもミューズのことはすっごく思ってるよ。わかってるでしょ。ポテトでも食べてちょっと落ち着きなさいよ。うん、言い過ぎたわ、ほのか。ごめん。ううん、いいの。ニコちゃん、私もっと考えてみるよ。ミューズの未来か。考えるのは明日からでもいいのではないですか。そうだね、クイズ番組に出たばかりで疲れてるだろうし。え、全然疲れてないよ。だってすっごく楽しかったもん。疲れてるって言ったらニコちゃんの方だと思う。ランニングマシーンずっと頑張ってくれてたし。はあ、ニコちゃんの言ってること分かるようで分からないんだよな。二人は分かる？実のところ私もニコの真剣さに驚きました。私も。ニコちゃん、私たちが思ってた以上にミューズのこと深く考えてるんだね。だよね、私もそう思った。私さ、前ニコちゃんがやりたいことを一緒にやってみたいって言ったけど、軽く考えちゃってたのかも。ニコちゃんの気持ちがちゃんと分かってないなら、一緒にやりたいなんて言っちゃダメだよね。ほのかちゃん、でもやっぱりピンとこないんだよ。アクアに恥じない自分でいたいっていうのは分かる。でもだからってアクアに勝ちたいとは思ってない。ミューズをすごくしたいっていうのは分かる。でも私は世界を驚かせたいわけじゃない。ずっと今のままみんなで楽しくミューズをしていたいだけなんだもん。これ以上望んでることなんてないよ。そうですね、私も今にとても満足しています。語りも。私ね、お洋服が好きでもミューズになるまでは自分で考えたお洋服を誰かに着てもらうなんて考えたことなかったんだ。でも今は9人分の衣装を考えることができる。作らせてもらえる。私の頭の中にある素敵なもの全部を詰め込んでいいって言ってもらえる今が大好き。私も歌詞作りで同じように思っています。心の中のことを言葉にするのは恥ずかしい気持ちがありましたが、ミューズのみんなは私の言葉を理解してくれました。それは私に自信をくれたんです。自信がなくて言い出せなかったけれど、心の中にはあった言葉、それを今やっと表に出すことができている気がします。私、小鳥ちゃんが作ってくれる衣装も、海ちゃんが作ってくれる歌詞も大好きだよ。うん、やっぱり私は今のミューズが大好き。ミューズを作った時からずっとミューズはミューズで楽しい時間そのものだった。みんなで笑って泣いてワクワクしてドキドキする時間をくれた。雑誌の取材も楽しかったよね。
あんなに気取った写真が撮られてるとは思いませんでした。確かに、いつもの海ちゃんじゃないみたいな写真だったもんね。ほのかはインタビューの受け答えが未熟でしたよ。インタビュアーの方の質問の趣旨を理解して答えなければ。これは全てに応用できることですよ。そう、テストにも。ほのかちゃん、難しいテストも問題文を何度も読み返すとわかる時があるよね。そうだよね。そうだよねじゃありません。やっぱり私変わりたくないな。ずっとこのままがいいよ。今が一番楽しいもん。小鳥ちゃんと海ちゃんと一緒のミューズ、みんな一緒のミューズ、私が大好きなミューズはここにあるの。だからやっぱり無理して変わらなくてもいいんじゃないかな。今もこれからもずっと変わらないミューズでずっと楽しいまま。ダメかな。ほのかの答えが出たならそれはほのかの正解ですよ。私もそう思うな。うん、ありがとう海ちゃん、小鳥ちゃん。はあ、自己嫌悪だわ。何に対しての自己嫌悪？ランニングマシンで脱落したこと？違うわよ。ほのかに言い過ぎちゃったこと。でも、言ったことに嘘はないんでしょ？ないわよ。でも、ちょっと大人げないじゃない？後輩を気遣えるなんて、さすが先輩やね、ニコッチ。もう、からかわないでよ。ちゃんと伝えられるのはいいことだよ。それに、このくらいの喧嘩、いつものことやん。ほのかだって気にしてないわよ。まあそうよね。あの子能天気だから。ほのかのそういうところって、結局、頼もしいのよね。でも、今回は譲れないの。能天気なところに助けられてもいるけど、ほのかにも分かってほしいのよ。ミューズは変わらなきゃいけないって。でも、ほのかちゃんの戸惑いも分からなくないんだ。今が一番楽しくて、最高ならそのままでいたいもん。誰もが変化を求めてるわけやないから。そんなこと私だって分かってるつもりよ。変わるってことは痛みを伴うものだもの。でもそれだけの価値はあるって分かるでしょ。私たちは、私も、のぞみもエリも、ほのかのおかげで変わったんだから。スクールアイドルがやりたくて高校に入ったのに思い通りに行かなくて、せっかく作ったアイドル研究部に残ったのはニコ一人。そのまま3年生になって、このままニコは夢を果たせず終わるんだって諦めてた。そんなニコに最後のチャンスをくれたのよ。エリとのぞみはニコみたいなきっかけじゃなかったでしょうけど。きっかけは違っても、今は同じじゃない。何の価値もないと思っていたものに、今はこんなに夢中になってる。たとえメンバーとぶつかっても、ミューズをもっと良くしたいって思いは、私も同じ。うちは、ニコッチがうまくいかなかったことを知ってたから、ほのかちゃんたちとスクールアイドル活動を始めて、楽しそうにしてるのを見て嬉しかったな。それに、だんだんと変わっていくエリチが微笑ましくて、
それを見るのも楽しみの一つだったよ。で、気づけばうちもスクールアイドルに興味が湧いてた。ニコッチやエリチたちと一緒にやりたいと思うようになってた。私たちみんな変化を乗り越えてここにいるのよね。ミューズとして活動してる今って私にとってはきっとずっと忘れられない、忘れたくない時間なのよ。一生誇れる、どれだけ経っても鮮やかに残り続ける宝物になるの。だからもっともっと残したい。ミューズでいられる間に一生誇れる宝物を、最高の仲間たちと一緒にたくさん残したい。そのためにもミューズはもっと成長しないといけない、変わらないといけないのよ。一生誇れる宝物にするため変わらなきゃいけないか。そうやね、ニコッチの言う通りやと思う。どれだけ時間が経っても忘れられないくらい強烈な思い出が欲しいわね。でしょ？そのためにはやっぱり世界をあっと言わせるようなすごいこともしなきゃ。このニコがいるミューズならそれができるわ。さすがの自信やね。だってニコは大銀河宇宙ナンバーワンスクールアイドルだからね。で、のぞみ、エリー、あんたたちも自信持ちなさいよ。私たちが引っ張っていかなきゃ。ミューズの宝箱をいっぱいにしたいものね。こぼれ落ちるくらいの宝物を作りたいね。そうよそうよ、わかってるじゃない。じゃあ今からニコの家で話し合いましょう。あれだけ走ったのに元気なのね、ニコ。大銀河宇宙ナンバーワンアイドルは疲れなんて見せないもんね。当たり前、ニコ。